はい、こんばんは。ともチャンネルです。夜のドライブ中です。というかね、帰りの時間です。時期もね、もう11月突入しました。そしてね、時間の方まだ5時半回ってないんですけども、やっぱりもうね、11月ということで暗いんですよ。まあ、ドライブのね、実況をしようかなと思ったんだけど、周りが見れるかどうか、この動画がお蔵入りになるかどうかはちょっと編集してみてみないと分かんないんですけども、まあ、夜の動画はね、いろいろ撮っております。で、実況しようかしまいが、まあ、雑談しようが何しようがね、私の場合動画として載せておりますので、まあ、これもお蔵入りになる前にというか、お蔵入りにならないで、はい、動画の方アップしようとは思うんですけども、あまりにもひどい時には終了ですね。これ終了じゃない、お蔵入りになりますね。今走ってる場所はね、船橋の船取線へ向かう途中の、今ここ曲がって船橋の警察署の通りです。そう言いながらパトカーがね、見えてきましたね。パトカーもちゃんと信号を守っております。当たり前ですね。ただね、パトカーも、ね、たまによくわかんないでね、あのピーポーピーポーな、ピーポーピーポーだっけ、うーって鳴らしながら走っていて、すっ飛んでって、こうあちこちね、こう車をパスしながら走っていくんですけども、何もないところで音がね、ピタッと止む車がいるんですよね、パトカーでね。あれ何なんだろうなとふと思うんですよ、ね、なんか緊急があるから、緊急のね事態だから、こうサイレン鳴らして信号を、まあ、あまり気にせずに、周りを気にして、もちろん周りはね、安全にを気にして走っているんでしょうけども、緊急事態がいきなり緊急でなくなる状態って何かあるのかななんて思うことあるんですよね。要は緊急だからこう走っていて、サイレン鳴らしてね走ってるわけなんだけど、 もちろんね、信号だってスパーッとねパスをしてずっと行くわけなんですけど、突然ピタッと止んで、なんで普通のね、急いでないような状態になる。あれね、車に乗っている人が急ぎたいからサイレン鳴らしてんじゃないかと思うんですよね。まあ、そういうのを見かけた人がいたらね、もしね、あれならコメントいただけると、あ、そういうこともあるんだなってね、分かるんですけども、まあ、そういうのは大体ね、気にしないからあんまり気にならないんだろうね。そういったねこともね、なんかパトカー気になりますね。ああいうのは一体なんでね、サイレンを途中で止めたりするのかなと。もちろんあの緊急事態がね、そこで終わって到着する前に、緊急事態じゃなくなったっていうのであれば、まあわかるんですけどもね、意外に結構見るんですよね。だからそれ、そんなにいっぱいね、都合よく緊急事態なくなるのかなと、まあ、そんな風に感じるわけなんですけども、まあ、それはね、乗ってる人がね、急ぎたいからピーポー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 じゃない、あのうーってねやってんのかもしれないですけどね。まあそんなことはどうでもいいです。とりあえず、今東船橋駅のところに到着しました。まっすぐ行けばね、もちろん船取線に行くんですけども、あそこまっすぐ行ったらね、カメラで見えたかな、ものすごい混んでました。まっすぐ行ったらもう完全に、渋滞だな、渋滞というかね、信号のね回数かなり捕まるなというのが分かったので、もちろんこっちにね来たんですけども、こっちも船取線に曲がるところはね、結構混んでるんですよ。1回で信号が通過できればいいなっていうところなんですけども、だいたい2回止まるかな。今日は結構車の量が多いんですよね。だからね、まあ、混んでないところ、船橋はね、まあないと言っていいぐらい混んでるんでね、とりあえず船取線さえ抜けてしまえば、あとはね、悠々のんびりと帰らなければいけないんです。帰るんですけども、ちょっと今日ね、ガソリンがもうなくなって、まだランプをつく、ランプがつくまでには至らないんですけども、帰る頃には結構減って、明日また、車でね出てしまうと帰れないぐらいの量しか残ってないんでね、今日入れていくしかないんでね。だから今日はガソリンスタンドまで一直線です。そうは言ってもね、まああとまだ1時間近くかかんないか、3、40分ぐらいかかるかな、ここからでも。だからあの結構距離あるんですよ。まあ、距離的に言えばそんなないのか、20キロ、ここからだったら20キロぐらいか。まあ、私あの20キロといってもね、そんなに距離があるなぁなんて思う方ではないんですよね。
まあ、1日200キロ300キロ走ってようやくああよく走ったなぐらいの感覚なんでね。だから20キロ30キロぐらい程度じゃ大して走ったうちにも入らないというぐらいのね、私はねよく車に乗っております。なんでね、本当によく走ったなと思うのは休みの日とかにね、朝からこう出かけて夕方夜に帰ってくるぐらい走れば、ああ今日よく走ったなという感覚になります。もちろんね、年とともに疲れは増えてきますので、もうそろそろねそんなにバカみたいに長距離走るっていうことはしないんですけども、たまにはね気持ちよく走りたいなという時もありますので、そういう時は、しっかりとね走らせてもらっております。ただ昔に比べてね車の量かなり多くなっております。私が免許を取った頃はね今の車の半分ぐらいしか多分感覚的になかったはずなんですけども、私が車の免許を取ってからもう20何年経っておりますのでね、まあ、それは確かにもう車の量も増えますよ。で高齢者のね、数も増えてきて、で高齢者が車を手放すかといえばそうではなくてね、70、80になっても車に乗ってる人はいくらでもいます。でその分ねコンビニとかねそういった駐車場での事故が多発しているっていうのはね高齢者が増えているからなんですけども、そういった間違いを起こす前に私はね車の免許返納して、そして公共の乗り物をね何パーセント何1割ぐらい乗れんだっけあれね、まあそっちをね活用して楽しくまた移動しながら、まあ、旅ができればいいかななんて思っております。まあ、基本的に私はねあの旅が大好きなんでね、そういったところをね利用してまた違う旅が楽しめるのもまたこれからなのかなという気がします。今船取線入ってねやはり混んでますね。まっすぐ行ってあの花輪インターの入り口、なんだこいつは本当に、やはり足立ナンバーですね。わざわざこんなね目いっぱいのところまで突っ込んでね割り込んでこなくてもいいような気もするんですけども、入ってきてねガツンとブレーキ踏ませるような入り方をするようなど下手くそはやはりね足立ナンバーですよ。ということでね、足立ナンバーの悪口ばっかり言っておりますけども、足立ナンバーが悪いわけじゃないんですよ。足立ナンバーをつけてる人に荒い運転の人が多いってだけでね、その辺をちょっと誤解しないように聞いていただきたいと思います。もちろんね千葉にもマナーの悪い人たくさんおります。特にね、袖ヶ浦のナンバーの人はね他県から見てもやはり荒い、そして危険な運転をしているなという風なイメージを持っている人が結構います。で、まあそういったのはねイメージから来るものと実際にそういった走りをしている人が多いので、そういったね、風評ではないんですよね、しっかりとしたもこう裏付けがあって、言ってる人が多いので、まあ、それはほぼ間違いないのかなという気はします。はい、今花輪インターの入り口千葉方面にね曲がっていく人が今右のね車線ずっと連なっているんですけども、この先左に曲がる方が東京方面に行く道ですね。はい、で左に曲がるところはちょっとだけ混んでますね。でまっすぐ行くと、357入ります。で357ずっと下ってって私がいつも行ってるスタンドはね家を通り過ぎてそっちのねスタンドまで行きますので、今回そっちまで行くんですけども、途中で多分疲れて動画撮る止めると思うんですけどね。どっかからサイレンの音が鳴っておりますので、今周りを見渡したんですけど全くこの道には関係ない下のね国道14号あたりをねサイレン鳴らして走ってんじゃないかな。357通ればとりあえずはずっとまっすぐ行ってちょこっと曲がっていけばとりあえずいいかなっていうそんな感じなんですけども、まあ、357入ったらね、案内するところも実況するところもほとんどないんですけども、まあ、とりあえずそこまで行ったら終了にしようかなと思っております。はい、でね左側はねほとんどやっぱり東京方面曲がっていく車が多いんでね、まあ、船橋から東京方面に帰る人っていうのはねやはり少なからずいるもんで、それでもねなぜか、混んでおります。わーこんなところで信号があったんだね。もうこの信号いつもねだいたい押しボタンなんで青なんですよ常に。
だいたい青ですね。ここで止まったの1回あるかないかかな、今まで本当にずっと走ってて、それぐらい、信号が青のところなんですけど、今日はね、人が渡るためにボタンを押したようで信号に引っかかっております。まあ、どっちみちこの信号で引っかかってもね、前の信号は必ずもうほぼ赤なので、まあ別に大した違いはないんですけども、とりあえずでもまあたまにというかね、珍しいところで信号に止まったなというところです。でこの先に上にね、357の上がやはりね、あの湾岸道路になっております。高速道路とは言ってもね、スピードレンジそんなに速いところではないんですよ。というのはね、もう混んでるので、で出口にね、差し掛かるところが結構あるので、湾岸道路走っていても多分80キロぐらいで走ってるぐらいかな、ここはね。浦安の方から来るとまあ100キロぐらいで普通に走ってこれるんですけども、でもやっぱりね、車乗り多いんですよね。で浦安方面だとまだ3車線あるところなんですけど、船橋に入ってくると2車線に変わっちゃうんですよ。料金所から2車線なのかな。だからスピードもね、そんなに速く走れるところでもないんだけど、まあスピードあんま出さない方がね、いいのはいいです。だからね、下から走ってもそんなにね、この道、皆さん飛ばしてますのでね、だいたい7、80キロぐらいでみんな走ってんのかな。私はいつも通り60キロプラスアルファぐらいのね、速度で走っておりますけども、だいたいまず抜かれていきますね。あ、なんだろう、道路の整備車両かな、なんだろうね。そういった車もここはね、たまに走ってるよね。しかも遅いし、しかも右の車線に入ろうと思ったけど黄色い車線ね、だから渡れないし、まあこれはしょうがないね。はい、ここで右に曲がりましょう。あ、建築現場の重機だね。重機はやはりね、そんなに速いスピードで走れないので、まあしょうがないですね。はい、ということでね、あんまり実況する場所もなくなってきたような気もするし、渋滞も始まりそうなんでね、この辺で終了とさせていただきます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。